で斉藤君が代表者となれば今年の3億3000万だって少なくとも自民党に交渉に行くよ。自民党にその3億3000万のうちの1億6000万ぐらい半分自民党に行ってるから、それはもう国会でも言い続けるし、あるいは自民党本場でずっともう毎日連日やったろうと思ってるからそもそもあなたが昨年3月29日辞めると言ったんでしょ。だったら辞めない理由をちゃんとカメラの前で言ったらどうですか。で1億円とか稼ぐとか言ってるけどね、どうやって稼ぐの。斉藤君や浜田君から3億3000万円もらうって言ってるけどそれ説明したらやん、 YouTube からなんか出てきてさ、そんなことを本当にできると思ってるの。それこそ頭湧いてんじゃん。あの本当はおかしい人たちに、でじゃあなぜそんな人に代表権渡したのかって言ったら、今あるお金が欲しいからって言って首を突っ込んで、そこに批判と誹謗を食らって被害者ずらして自分が辛い状態ですっていう風な被害者ポジション取るのはいい加減にしてください、うん。まあ皆さんでネット選挙の選、まあ判決が出たことから分かるような、あれで僕もすごい安心してるんですが、やっぱあいつら言ってることめちゃくちゃなんですよ、うん、これはもう間違いないです。でもちろんね、破産が認められないとも思っていないし、もちろん代表権は斉藤国になるとは思ってるんですよ。僕たちが今一番心配しているのは、大津彩香がむちゃくちゃお金を使い続けて、でそのお金が取り戻せなくなることを一番心配してるんですよ。だから破産の手続きを取ってるわけです。で斉藤君が代表者となれば今年の3億3000万だって少なくとも自民党に交渉に行くよ。自民党にその3億3000万のうちの1億6000万ぐらい半分自民党に行ってるから、ちょ自民党本当頼みますと、これはさすがに我々のお金でしょと、うん、あなたところの総務大臣が大津が代表者だと認めたからうち入ってこいへんかったやから詐欺やないかと、これはもう国会でも言い続けるし、あるいは自民党本場でずっともう毎日連日やったろうかと思ってるからでも自民党さんはそれをちゃんと理解してくれると、うん、大津のままだったらダメよ、うん、大津は斉藤君や浜田君に見放された人だから、これは民族党のままだったらダメだけど、ちゃんと斉藤君が代表者となればそれは総務省として、手続きができなかっただけなんだから、その分我々に来る3億3000万円が他党に流れてるから、少なくとも自民党さんや公明党さんや国民民主党さんの方には交渉に行くし、他の党にも交渉に行くよ、賛成党も含めて。で返してくれなければそれは不当利得とか何らかの形で法的手続きも取りますと。でもし今年の3億3000万が返ってこなかったとしても、先ほど言っているようにそのビッグスポンサーの人から来年10億円ねお借りするということが決まっていますので、もう我々としたら債権者の皆様にお返しするのは、ね、政党助成金ではないにしてもね、確実なものを確定しているので、政党助成金で斉藤君や浜田君が今年いやいや大津と一緒にやらなくてもいいだけの、それだけのお金と、まあ、信頼をお金に変えてちゃんと確定してるので、返す日は少し伸びますけども、ちゃんと元本と利息を保証できるだけの私の信頼があるので、まあ今日もね500万入ってきたよねいやすごいっすね入ってきたよね、ありがとうございます。いやもう、はい、本当にもう昨日お会いした方が500万円ね、すごい入れてくれました。まあでも本当にそういう信用があればお金は入ってくるっていうことなので、全然ねあのお金貸していただいている債権者の皆さん、あの心配していたことはありません、うん、ね、それ 100% 保証するとは言えませんけども、私の信頼がここまである以上、もちろん国会議員2人が私の、ね、言う通りちゃんと動いてくれていることからも安心していただいて結構ですので OK ですので、まあ、大津彩香という人物がねこれむちゃくちゃしましたけども、この1年間ね僕自身が本当これ大津によって勉強になりました、うん、だから会社の問題、会社株の問題とかね、まあ、会社法とか、まあ、政党とは何ぞやというもの、だから会社は破産すると潰れるけども政党は破産しても潰れないとか、いや、それすごいですね、そういうことをね調べていけたんですよ、うん、もちろんその他いろんなものがあります。で、とにかく政党というのは警察や裁判所が介入せずに、国民の監視を受けるということからしても、会社法であればね、いわゆるその NHK から国民を守るといわゆる国政政党のお金の使い方っていうのは一般の会社に当てたらそれはとんでもない使い方をしてるんでしょう、ね、僕のそれこそ家族のね家賃を払ってたりとか、僕個人がお金を借りたりすることはダメっていうのは、これは会社の場合は株主がいて、やる株主代表者訴訟とか起こされるとね、
それは問題があるんでしょうけど、国政政党は本当特別なんですよ。非課税ですね、法人でも払わなくていいしってなった時に誰が判断するのかって言ったら警察や裁判所じゃなくて、うん、国民の皆さんが選挙の時に選ぶっていうのが原則なんで、その代わりお金の使い方を公表するっていうことなんですよ。だから大津は変にクソ真面目なんで、うんうん、僕のお金の使い方がおかしいと、うんうん、をわけわからん、まあ、ネット選挙のお金を流してるとかって言うわけですよ。それ流してるって俺何回も言ってるやん。流したお金が立花個人に返ってきたらアウトなのよ。党の支持者を、いろいろな支持者がいるから、ネット選挙で採用してもらって、そこで下請けいろんなね取引したり雇用を生み出してですね、ネット選挙にお金を儲けてもらうことによって、これまでボランティアしてくれた人たちの雇用を生み出してるって説明してるのに、それが理解できないわけよね、大津には。それが犯罪だって彼女は思ってるわけですよ、うん、でそんなやつに国政政党の代表者を務められるとですね、債権者としたら困るわけです。だから大津を綾香おろしをしてるんですよ、うん、大津綾香が威嚇と感じるようなことをしてるんです。ただこの威嚇は合法なんですよ。そもそもあなたが昨年3月29日辞めると言ったんでしょ。だったら辞めない理由をちゃんとカメラの前で言ったらどうですか。で1億円とか稼ぐとか言ってるけどね、どうやって稼ぐの。斉藤君や浜田君から3億3000万円もらうって言ってるけどそれ説明したらや YouTube かなんか出てきてさ、そんなことを本当にできると思ってんの。それこそ頭湧いてんちゃう。そのポスターのね、選挙ポスターの彼女の主張を見てるとね、全然関係のない、当事者はネット選挙なんだから、ネット選挙に一旦払った上で立花が悪いんだったら立花に裁判して請求したいわけでしょ。立花に誹謗中傷されてるとか言いながらね、お前俺に対して訴えてきてへんやん。なんか一個だけなんか3人訴えられてるけど、ね、あれも後の方でね、最近になって弁護士費用をね払うためになんか誹謗中傷言ってるけど、刑事告訴されてるからね、あれ受理されてるからね。お前らが被疑者となってる事件でこっち側が名誉毀損とかってやってきてるぐらいのやつだから、いやもうほんと頭湧いてるっていう表現が一番いいと思うね、うん、もう頭湧いてんであんたら。いやほんとそうですね、はい、なんか債権者のが本当にそのお金目的だということを思ってる時点ですごい大きな勘違いですよね。生の声を本当に聞いてないのだって、もうやっぱ僕のところに山ほどもうお金返さなくてもいいんでっていう人がやっぱり山ほどいてて、お金貸してる人の全てはその金利を目的とかいうのはもちろん一部いらっしゃるけど、ほとんど大半が立花隆にかけたらこの国が良くなるんじゃないかというふうにして、自分が少しでもなんかできることっていう中でやってるっていう、もうそのね気持ちがもう全く分かってないですね。恐ろしい。それはお前らの頭の中にはお前らの中の正義しかないんやろ、都合悪かったら他人のせいにする正義しかないんやろと。恐ろしい。だから本当にね、日本で一番立ちの悪い奴らと今我々一番まともにね嘘をつかずにやってるのが今ぶつかってるような状況なんで、これはこれで面白いと思ってます。ちょうど1周年らしいですね。そう、今日でだから3月からなんで、ね、1周年ということで、まもなくねだから3月21日に代表権がどっちか一審判決が出ます、うん、我々はもう負けたら一審で終わります。もうどうぞ大津勝手にやってください、うん、あとは債権者の方をお守りするために別の政治団体を国政政党に我々はするだけのことなんで、そこでちゃんとお返ししていきます。何度も言ってますが、お返しできる自信がありますから大丈夫です。もう全然大丈夫です。大金持ちと有名インフルエンサーをパッチングするっていうことは着実に進んでるんで、来年ね、もし裁判に負けても国政政党として復活することはほぼ間違いないですので、そこは安心してください。もちろん3月21日裁判は斉藤君が勝つ可能性が極めて高いのでね、でそれまでなのかその後か、破産の今回のこの事件ですけども決定が下されますので、まあ、これで決定が下りて、まあ、相変わらず大津側は即時抗告って言って、高等裁判所にまた文句をつけるんでしょうけど、まあ、即時抗告は多分1週間2週間で結果が出るので、まあ、その時点で大津彩香がみんなの党の財産を使うことができないってなってしまいますので、そうするともう諦めることになるかもしれませんし、やるんだったらどうぞやってください。どちらであったとしても我々は対応していくだけのことでね、こっち側は国会議員が2人いて潤沢な資金も、まあ潤沢とまで言えないけどもありがたいことにね、
本当にいろんな人からお金をいただけるので貸していただいたりするので、 NHK の被害者を守る活動も続けていますのでね、向こうは、田島のところお金がないと思ってるかもしれませんが、そんなこともありませんということでね、まあ、こいつらが頭おかしいことはね、まあ、これ以上、まあ、久しぶりにちょっと罵倒しましたけども、うん、本当は頭おかしい人たちで、うん、じゃあなぜそんな人に代表権渡したのかって言ったら、うん、やっぱりね、池上彰さんの娘役をやってたということや、まあ、他にやってくれる人がいなかったということですね。でもちろん11億の見込みと11億の借金があるので、まあ、代表権渡してもこういう形で辞めさせることができるっていうのはあらかじめ分かってたので、で、まあ、去年の段階では若い女の子が政治に参加した方がいいだろうということでやったんですけども、まあ、若い女の子っていうだけではやっぱりとんでもないということも勉強になりましたので、これからはしっかりと社会で、経営者として頑張った方が結果としてお金を持っている方を国会議員、議員にしていくと、そのためにそれなりに有名なインフルエンサーを担ぎ出していくっていうことでですね、皆さんにこれ以上ご迷惑をかけない、ご心配をかけない形にしていきますので、はい、はい、ね、あ、最後の僕一言だけですか、はい、一つ誹謗、まあ、立花さんがね、罵倒しましたがということを言いましたが、はい、その罵倒されたりとか批判されるのが嫌なのであれば政治から足洗った方がいいです。政治ってある種それをされるのがある意味名誉であり、ありがたいその言葉なので、それを受け取れない大津さんはもう本当に政治に関わるべきじゃないです。そしてそこの政治に関わるのも自分が入ってこなくていいところにわざわざ自分から首を突っ込んできて批判とかそういったものを受け止めてるわけで、そして不正を正す、不正を見つけるっていうことはプロである破産管財人がやってくれるので、あなたがわざわざ大した素人の法律も知らない人がわざわざそんなことしなくていいんです。そこに自分が固執して今あるお金が欲しいからって言って首を突っ込んで、そこに批判と誹謗を食らって被害者ずらして自分が辛い状態ですっていう風な被害者ポジション取るのはいい加減にしてください、うん、それをやめたければあなたはこの問題から足を洗ったら誰もあなたに興味がなくなって批判もなくなる、はい、なので平穏に暮らせる、はい、だから早く足を洗って引退して政治をやめましょう。それが大津さん、あなたが一番幸せになる手段です、はい、僕からでした。完璧です。ということでおります。大津彩香は早くチンパンジーになれと、チンパンジーちゃんは一般人になれというアドバイスでございます。はい、そうです。以上です。 NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く。 NHK をでっかー